アメさんこんにちは。映画館で真ん中より前列に座ってるやつはよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介いいですか。はい、どうも皆さんこんにちは、サバヤンチャンネルです。シャすごい、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 めちゃくちゃ大きくて、しかもめっちゃ男前って言って、いや動画上でももちろん男前だったんですけど、はい、ガロンがめちゃくちゃ好きで、バスケやってたんですけど、もう昔からもう大学からしてます。マジっすか。ありがとうございます。なんかプロらしいですよね。プロなんですか。まあまあまあ、なんか半分かじったぐらいです。すごい、しかも全然大したことない。オーラえげつないで、やばいですね。で、ちょっとミクルさん動画とか見てまして、はいはいはい、ちょっと今日ドッキリをラファエルにちょっとやりたいのを、ちょっとこの後ね、僕らがちょっとそこのホテルでしょ、撮影があるんで、なるほどなるほど、その時の待ち合わせでちょっとラファエルが来るんで、はいはいはい、ちょっと強盗というか外国人にちょっと絡まれるみたいな感じで、はいはいはい、多分もう顔はもちろん知ってると思うんですよ、うん、ラファエル、はいはいはい、なんでなんかかぶりもんみたいなしてで、ちょっと襲いかかってほしいんですね、襲撃というか。ちょうどいいの、そんなことがあろうかと。そんなことがあろうかと、はいはい、今回ね、ちゃんとこういうね、一回かぶってみていいですか。一回ちょっといいですか、どんなもんかと、はい、ちょっと変身していいですか。はい、ちょっと一回お願いします。でかすぎる、ほんまに。でかいっすよ。僕もちっちゃい方じゃない。そういうことっすよね。まあまあまあ、そういうことっすよね。ただね、ちょっと僕は周りの人がマジで、ほんまマジで。ちょっと鼻がさ。バレない。やばいよ。バレます。鼻隠しとか。怖すぎるんで、周りの人がマジで通報される可能性ある。可能性あります、はい。ちょっとそこだけ気をつけてもらって、はい、あとはちょっとガチでちょっと言ってもらっていいですか。まあ、そうですね。まあ、ミクルさんでもウォーミングアップ完了してるんで、そうですね。ちょろいと思うんで。ちょろいですよね。まあ、チュッチュッつって。で、ラファさんは普通に金持ってるんですよ、結構。はいはい。キャスター持ってるんで、それを奪いに行くみたいな感じで、うん、ちょっとエクセル君も、はい、ラファさんと一緒に調整して、エクセル君は逃げて。あ、逃げていいですね。うん、あーとか逃げて、でラファさんだけ行ってもらえばいいです。裏切る。ラファさん完全に逃げれない状態作って、はい、サワヤンさんにも襲撃してもらって、あーいいっすね、で強盗みたいな。あとはもうほんまにお二人お任せします。わかりました。いいタイミングで僕らちょっと、まあ、はい、隠し撮りしてるんで、はい、僕らまあそれから出て行ってちょっとネタ話みたいな。なるほど。奪ったお金はそのままいただけるんですか。もちろんもちろん。じゃあもうじゃあ頑張ります。一生懸命頑張ります。一生懸命頑張ります。普通に多分100万円単位で持ってるんで。わかりました。はい、じゃあちょっと頑張ります。もうそろそろ来ると思うんで、ちょっとそこら辺控えてもらって、僕らちょっと隠し撮りしてますんで。了解です。すいません、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。すごいですね。オーラがすごい、やっぱり。確かに、後ろすぎて。そうですね。そうですね。そうそう、すごい。ちょっと、どうしたの、後ろ。もう立てちゃうって感じ。もう不審者すぎる。ラファエル、ラファエル、おいおいって、おいおい、儲かりましたね、儲かりましたね。おい、何本入ってました。結構金入ってたんじゃん。いい誰やお前。これはありました。こっちクレジットカードじゃん、こっち。ジェンキー、ジェンキー、誰やジェンキーの前。誰か分かんないですか。誰か分かんないですか。あくてへんわ。ジェンキーの前。何やねん、何やねん。もういいやねん、くっそやられたもんって、マジで。ビビってたな。やっぱでも、ナイフ見えたもん。プラスチック。あ、プラスチックなんや、それ。プラスチック、プラスチック。もういいって。誰か分かってきた。俺も分かってきた。そうやん。お、ミス外した。はい。マジでほんまに。パズした時の空気感ちょっと疑ったね。どうやあ、初めましてぐらい。初めましてです。じゃあこんな形でお会いすると思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。この試合に入り方うまかった。ほんまにうまいっすよ。おもろいし。すごい。男前でしょ。兄弟でしたっけ。兄弟です。僕兄で弟です。ここはだってちょいちょいね、ご飯してますから。あ、そうですね。共通のね、友人。ね、そうなんや。なんとなくこいつそうかなと思うんだけど。やられる時はさすがにわからんわ。ロシア語でしたからね。ジェンキューだわ、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 ああ、はいはいはい、魚とか
言ったよ。あ、そうね。あれだからケチだ、しゃあないから。でもラフさんなんかギャングに襲われたらなんか俺なんか一発やっつけるとか言ってたから結構条件ガチで行こうと思って、もうだってさ、気づいたらぶつかりそうになって、あ、すいませんってやったら、いや、ちゃうねちゃうねちゃうねみたいな感じ。もう今度はもう無理。これ、なんこれ、これもう、これでもすぐ、ここ、ガッツッサーまあ、幼稚園まだ若いんで100歩ですね、ちゃんとこういう距離認識して、構え取って、走って逃げるとか、はい、ほんまに通報されんちゃうかな、思ってやるんちゃう。逆にこのぐらいのドッキリの方がいいわ。もし遠い前から来たら、なんか俺が持ってたりさ、なんかしてしまったらさ、僕らやしさ、語れへんくてもなんかする可能性あるやんか。じゃあやります。出かけたみたら車違い止めてるんだよ。話の趣旨言い訳がまして、話の趣旨を理解しよう。話の趣旨を理解しよう。武器もうちょっと来られてすぐ渡したのが、事故がないよな、撮影してる時の。まあまあそれはね、回ったんや。はい、いましたよ。いやびっくりした。ガロンがサワヤンさん好きすぎて、なぁ、ありがとうございます。昔からファンです。それこそサワヤンさんあれね、もう何回か動画で言ってるけど、もともとあれですもんね、歌舞伎さんと YouTube の。そうなんです。サワヤンね、渋谷でロケやってる時にインタビュー役で。そうなんや。あの渋谷にいるっていうのがストーリー上がってて、ラオさん、はいはいはい、超好きやったから会いに行ってる、絆からわざわざ、で見つけてフォンデスとか言って普通だったらインタビューしていいですかっていうのに、インタビューしてください僕のことやばいやつ、そんなからやばいやつ。そう懐かしい。あれでも5年ぐらい前でしょ、ワンちゃん。その時 YouTube やってたんですよ。全くやってないですよ、まだ大学生です。学生だよ。あれ YouTube やって何ですか。1年7ヶ月ぐらい。あれ去年の2月ですね。おもろいもんな YouTube。もうラバさんよりちょっと数字あるぐらいです。やめろこいつら、こいつら。こないだも結婚して、こないだも結婚して、ラバさんがそれ言うから、いつもラバさんが言うやつを言う。毎回結婚式でたまたま一緒だったんですよ、この間もね。そうそう、いじめてくる。あ、そうだよ、あの人の。で見てる層的にあんまりね、そのゲームだったりあんなんだったり、こっち見ててこっち見てお互いにあるから、一緒に挨拶回してた、すごい人気な YouTuber で、へーってなるけど、いや、分かりやすいのが、無事こっちの方があるんですってのが一番分かりやすい。ないんですよ、全然。いやいや、そういう意地悪やめてもらっていいですか。いやいや、ありがとう。いや、バリバリあるっすよ、今は。マスクさせていただきます。マスクさせていただきます。大事な部分。ちなみに今のラブさん愛想笑いだから、お前気づいて。これ分かる、分かる、これ分かる。俺はもう長年見に来てるから。お前愛想笑い。俺は分かってる。だんだん俺も勉強するから。いやいやいや、ごめんなさい、本当に。今何歳だ。僕26です、20歳です。ええ慶応行かれてる。あ、そうですね、形だけで。えっ、慶応。はい、さあ、卒業します。完璧じゃん。金も持ってて。いやいやいや。全部持ってる。髪の毛なくなってきました。それはちょっと。ラオさん、なんとかなりませんか。いや、なんとかなるぜ。案件ください。なんか入るやつ。スイートは開発してるんですか、いろいろ。毎日のに、スイーツ作るの時じゃないですか。盛り上がってるから。確かに。なんかいくついないですか。ポーンって生えてくるやつ。サワエンの髪の毛に生えてくる薬開発まであと20日とかやってください。いじってね、俺も使えるやつ。あれやってください。俺も使いにいってね。そう。直毛とかしたらいいや、生えてきますよ。本当ですか。ここ食べたいします。薬かサワエンか。こいつ愛想笑いさせる。これさっきのさ、すいません。これさっきのやつ。いやいや、そうなんや。そうか、だからパワフルなんや。びっくりした。でもビッとほんまに。怪我しないですか、大丈夫ですか。怪我しないですよ。もう一回コラボしたいな、違う感じで。お願いします。あれ、じゃあ、なんで今日のコラボって何、もしかして僕、サワヤンさん、この後、はい、え、じゃあ、サワヤンちゃんって、名前で言うとどういうあれなんですか。サワとヤンなんです。そういうことですね。はい、ここのコラボなんですね、今日は。そうそうそう、よろしくお願いします。ちょっと、ギャグ。え、じゃあ、そっちの出れるんですか。出させてください。え、お願いします。それはちょっと楽しみやな。はい、めちゃめちゃ面白い企画用意したんで。お、じゃあ行きますか。はい、よろしくお願いします。サムネだけちょっと撮らせてください。サムネ確かに撮ってもいいですね。俺はもう多分つけてもいいかもしれない。確かにこう、そうそうそう、そういうことだね。はいはいはい、なるほどね。ああ、そう、はい、後で写真撮りましょう。はい、どうしよう、サワヤンさんがめっちゃ本能めっちゃ偉そうに言うから俺ちゃうかった、絶望。ありがとうございます。いきます。やばい、こんな感じ。いける？いける？いい感じだ。ああ、いいんちゃう。はい、何個か撮ってるんで。オッケーっす。ズームできちゃう。じゃあちょっとサワヤンさんのチャンネルも出るということで、皆さん、乞うご期待で。乞うご期待。じゃあよろしくお願いします。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 